現地12月12日、アジアチャンピオンズリーグ、アクル、のグループステージ第6節が行われ、J2 のバンフォーレ甲府は敵地帯でブリーラムユナイテッドと対戦した。画像、J リーグ60チームみんなの誇り、など反響、甲府の選手ファンの現地集合ショット、前半だけで3点をリードする圧巻のパフォーマンスを披露し、 後半に2点を返されてヒヤリとしたものの、しっかり逃げ切って3ポイントを上乗せ。グループ H の首位を確定させ、初挑戦で見事アジア16強に名乗りを上げている。この快挙を経緯と共に報じたのが、中国メディア、総不退役、だ。3対2関単フ日本の2部クラブが奇跡を起こした。堂々のアジアベスト16進出を決めたのだ、と題し。 勝てばグループステージ突破が決まる一戦で優位に試合を進め、鮮やかに勝利を手にした。ブリーラムは必死に追いすがったが2点を返すのが精一杯。ライバルのメルボルンシティ、オーストラリア、が石膏 FC、中国、と1対1のドローに終わったのが大きかった。言うなれば石膏 FC が甲府の首位通過をアシストしたのだ、と伝えている。さらに同メディアは、昨シーズン、 J リーグ2部の甲府は天皇杯を制して、初めてアークルの出場権を獲得した、と紹介し、それがいきなりアークルでラウンド16進出だ。日本サッカー界の歴史に名を刻んだだけでなく、彼らはアークルの歴史をも塗り替えた、と称えた。